と言いました？分かった、ナインエス。え、違います。指名手配中である A2 のブラックボックス信号をこちらです。支援要請ゲット。Thank you.
2B。 何？いつになったらナインズって呼んでくれるんですか？ナインエスで十分伝わる。まあそうなんですけど。でも仕事って大変ですよね。作戦、ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。通れないな。何か仕掛けがあるんでしょうか？僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は。真面目だな、トゥービーは。警告、直上に機械生命体反応多数。森の王万歳。森の万歳。なんだよ森。なんかあいつ逃げてばかりですね。爆発するぞ。この先が森のある地域みたいですね。目標、敵アンドロイド戦闘状態。起動。この機械生命体は王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。
トゥービー、機械生命体の言うことに耳を貸しちゃダメだ。さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。敵の攻撃に気をつけましょう、トゥービー。分かった、ナインエス。え、今なんて言いました？分かった、ナインエス。え、違いますよね。もっとこう、ナインズ的な発音でしたよね。黙って敵を倒す。もう
が、トゥビ、あれアンドロイドだよ。しかもあれはヨルハタイプじゃないか。ヨルハ特殊指定機体を確認、破壊を推奨。破壊？どうして？ナインエス、行くよ。トゥビ！バンカーより、トゥビ。トゥビ、追いかけましょう。逃げたか。バンカー、こちら 9S、 司令官につないでください。バンカー了解、司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか、しかし2人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。部活に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。 2B、 何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。うん、それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう。通信はダメだ、直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。話すよりも、なるほど。この A2 というアンドロイドですが、私たちの過去記憶にもあります。危険なアンドロイドとして認識していますが、この村に直接来ることはありませんね。すみません、私。そう、各地を警戒しつつ一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと
補給が必要だから。なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。ありがとう、トゥビ。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。オペレーター 6O より 2B さんへ。定期連絡の時間です。こちら 2B、 問題ない。 2B さん、聞いてください。今日花の画像データを見てたんですけど。花？ええ、バンカーに記録されてる少ない資料の中に月の涙っていう花があって、これ髪飾りとかにしたらクールな 2B さんによく似合うと思うんですよね。必要ない。まあまあ、そう言わずに。おしゃれは女子のたしなみですから。また可愛いものを発見したらトゥービーさんに報告します。そんな情報必要な。以上、オペレーター 6O でした。それでは。実は近々我々君たち、ああ機械、もちろん頼む。
この辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって町全体が沈下しつつあるんですよね。あれを守ればいいのか。さっさと倒してお風呂に入りましょう。トゥビ、アンドロイドの風呂に入る必要はない。定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ないはず。もうトゥビは気分ですよ、気分。これでこの辺りの機械生命体はおおむね排除できましたね。トゥビ、9S 司令官。緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。新型のアンドロイド部隊支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。防衛艦は対処し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊の支援を求む。
壊を確認。これより周囲の警戒に行こう。ちょっと待って、まだ大型の敵反応が残ってます。その敵は今破壊したはずじゃ。そんな、こんな大きな敵どこに。EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。2Bさん、衛星レーダーの直接攻撃ゾーンに乗りました。でも敵の発見。